アダム・デイビス・ハイズ・デューはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ出身の元プロ野球選手。福岡ソフトバンクホークスでの登録名はアダム。1990年の MLB ドラフト1巡目でサンフランシスコジャイアンツに指名され契約。2000年にピッツバーグパイレーツでメジャーデビュー。2002年には自己最多の59試合に出場し、11本塁打を放った。 その後、ボストンレッドソックス、サンディエゴパドレス、テキサスレンジャーズと渡り歩いた。2004年に、ポータケットレッドソックス在籍時には3割29本79打点、84四死球を記録し、8月には、月間 MVP に選ばれるなど活躍。アルトゥーナカーブ在籍時には、イースタンリーグオールスターに2度選ばれ、当時の背番号16は、クラブの永久欠番になっている。 2006年オフ、福岡ソフトバンクホークスと契約した。1年契約で推定年俸は5000万円。同僚のクリストファー・ニコースキーとともに、ソフトバンクが2006年から導入した海外スカウト制による獲得第1号選手である。2007年はオープン戦の不振により、開幕は2軍となってしまった。同年4月18日に1軍公式戦デビューも、 田中正宏の前に三三振。公式戦来日初の本塁打を4月21日の対日本ハム戦で放つ。大村直行や田村一氏の故障に伴い一軍とに軍を行き来しながら積極的な守備や勝負所での本塁打などで印象的な活躍を果たした。出場試合に恵まれない中で7本塁打を放つも、同年11月30日にブライアン・ブキャナンと共に、 戦力外通告を受け、同日自由契約公示された。右肩剣いた修復手術のために渡米していた、斎藤和美を自宅に招き手厚く艦隊した。アダムはすでにその時ホークスを解雇されていたが、斎藤のことを終始気遣っていたという、ありがとうございます。